仕事のできる人の特徴と性格はあなたは仕事ができる人身近にいる仕事ができる人の特徴を把握し良いところを盗んで自分の仕事にも活かしたい仕事に情熱を持っているほどそう考えるのは自然そこでこの記事では仕事ができる人の特徴を行動と思考に分けて論じてみよう特徴として仕事のできる人の行動の傾向を上げるとしたら以下の通りになる 決断が早い。まだ決まんねえのランチのために一緒に先輩と入ったお店でメニューがなかなか決まらない俺にズバッと一言。ちなみに先輩はメニュー表を開いた瞬間に決めた。だいたいね、こういう小さな決断が遅いから、いざという時の決断もできなくなるんだよ。その先輩は尊敬すべき仕事のできる人だったが、確かに決断が遅い人でうまくいっている人を見たことがない。 レスポンスが早い。事業の大先輩でメンターでもある作家の山崎匠さん曰く、仕事を頑張るとは、豆になること。仕事のできる人はとにかくレスが早い。メールも電話の折り返しもファックスも、豆なことがその特徴。仕事のできる人には仕事がどんどん回ってくるし、頼りにされているので、いちいち後回しにするとどんどんタスクが溜まるため、その場その場で処理することが習慣になってくる。 もちろん相手を待たせないという思いやりがベースに。人の名前を覚える。そういえば、この間の講演である事業家が話していた。英語を覚えるのも大切だけど、人の顔や名前を覚える方がビジネスでは成功しますよ。デール・カーネギーが言うように、人は自分が重要であると認められることを強く望んでいる動物。たとえ初めて会ったパーティーなどで挨拶程度の会話だったとしても、 次に会った時に名前で呼びかけられた瞬間、その相手は驚きとともにあなたへの親近感と信頼感を持つことになる。相手の喜ぶことはいつも考え実行に移す。実はある成功者に担当直入に質問してみたことがある。成功するための秘訣って何ですかその人は、そんな秘訣があるならわしが知りたいわ、とまず一発かましてくれた。その後で、ただね、 一つだけ言えることがあるなら、いつも人の喜ぶことをしている人は成功の確率が高いと思うよね。人から感謝された分だけ豊かさが返ってくるというこの世の法則からしたら自然なことなのかもしれない。こういった行動のベースにある考え方に何より興味を持った。素直さ。とにかくやたら頑固な人は少ないように思う。自分の周りには基本的にピュアで、 子供のようなところを持っている人が多い。知らないことにはすぐに、え何それ教えてと、年下の俺にも平気で聞いてくる。知ったかぶりよりずっとかっこいい。創造的模倣とでも言おうか、新しいことはまず素直に実践。人の真似から入り、それを徹底的に繰り返し、自然とオリジナルに変えていく感じ。素直さは最大のインテリジェンスと言われる。仕事のできる人は、これをちゃんとわかっているようだ。 思いやり。いつも仕事のできる人に会うたびに確信するのは、人への思いやりがあるということ。思いやりが強いと、優しくなれる。知らない人には丁寧に教えてあげることができる。強くなれる。知らない人の批判に簡単に屈しない。厳しくなれる。相手の失礼をその人のためにあやふやにしない。信念を持てる。ポリシーを持って相手と接する。はっきり言える。 確信を持って言い切れる。わかりやすくなる。できる限り相手にわかるように表現できる。自然とこんな風になっているようだ。人生に期限があることを知っている。ポジティブな意味で死を意識し、人生に期限があることを忘れていなければ、時間を大切にしていることが一つ一つの行動に現れてくる。自分の時間はもちろん、他人の時間をも大切にできる。 ところでここで言う仕事のできる人とは仕事の肩書や資格や知識があること、ひいては処理能力の高さやただ話が上手かったり便が立つということを意味していない。基本的に社会において仕事は完全に一人でやっていることはない。多くの人と関わっていることの方が普通だ。つまり仕事のできる人とは人としての魅力があることを周囲から認められている人。 コミュニケーション能力や思いやりを中心とした人間力。だから仕事ができる人はきっとモテるだろうことは容易に想像がつく。つまりモテることを目指すなら仕事のできる人の特徴を取り入れたいところ。まだまだ自分もその変化の途上だけど、ここで仕事のできる人の特徴を一度明確にし、習慣を変えることでその特徴を自分のものにすることを一緒に目指していきたい。 経験を通して気づいた仕事のできる人のベースにある考え方やそれに基づく行動パターンの特徴を書いてみた。仕事のできる人の特徴をあなたはどれぐらい知っていただろうなんとなくはわかっているかもしれないが仕事に一生懸命な人は特にその特徴を書き出してみたことまではないかもしれない。俺はある。なぜか。ボロクソにダメな自分との差を徹底的に知り自分を変えたかったから。 そして仕事のできる人は文句なしにかっこよかった。問題はその問題を引き起こした考え方と同じ考え方をしているうちは解けない。という名言がある。考え方も癖のうち。貧乏ゆすりや爪を噛むことと同じ癖。癖は直せる。仕事が丁寧というのはよく褒め言葉として使われる。では、丁寧な仕事のできる人とはどういった人なのだろうか 仕事で大切なポイントをしっかりと押さえることのできる人だったり、他のメンバーへの気遣いができる丁寧な人が一般的に仕事ができる人としてみなされる。また仕事のできる人の時間の使い方は非常に効率的である。オン・オフの切り替えが早いので、その点において仕事のできる人とできない人の明暗を分けることができる。仕事のできる人になりたいと思う方は非常に多い。 仕事のできる人、できない人の違いとして、作業環境の違いがある。仕事のできる人の机は清潔感がある。仕事のできる人のデスクには必要なものだけが置いてあり、それぞれの置き場所にも丸々用とカテゴライズされている。仕事のできる人間になるにはまず、仕事のできる人のデスク環境を真似してみることをお勧めする。また、仕事ができる人が、できる人にはせっかちが多い。 決めるのが早い人は、さっさと行動に移してしまうため、せっかちな人が仕事ができる、ということになる。身近な人でメニューを決めるのが早い人は、もしかすると仕事ができる人なのかもしれない。しかし、そんな彼らの欠点として、相手をせかしてしまう傾向が強い。仕事のできる人と働くのは辛いということを、看護師の友人から聞いたことがある。仕事ができすぎる人は、相手の劣等感を煽ってしまうことがある。 とはいえ、仕事のできる人になりたいという願望は、やはり皆な少なからず持っている。仕事ができる人が、できる人はかっこいいのだ。仕事が丁寧な人の思いやりとして、人に対しての話し方や、仕事に対しての心得などを大切にすることが重要である。仕事のできる人は、英語で何と言うのだろうか。He is good at his job. 仕事のできる人の共通点として、アメリカでは理解力の早い人、とにかく容量が良い人、やたらと面倒見の良い人が挙げられる。こういった人は出世が早い。また仕事のできる人とできない人の差には、読む本の量の違いがある。読書のついでにこういった仕事のできる人の心得を紹介している本を読んでみても良いかもしれない。海底三番、仕事ができる人の心得。著書、小山登 5年ぶりに大改訂された社長から新入社員まで出読のビジネスバイブル。中小企業経営のカリスマ、小山登社長による仕事の心構えと儲かる仕組みづくりのエッセンスが詰まっている。ビジネスマンがカバンの中に入れておきたい一冊だ。その他最近では仕事のできる人の共通点を紹介している YouTube 動画も多く上がっているので探してみると面白く情報収集ができるのがおすすめだ。 仕事ができる人は一律にかっこいい印象を抱く。自分もああなれたらいいのにと思ったことがある方も多いだろう。仕事ができる人にはどういった特徴があるのか、彼らには共通した行動パターンがあった。ここでは仕事ができる人の特徴や仕事ができる人になるにはどうすればよいのかなどを紹介してみた。例えば仕事のできる人の中にはまめな人が多い。メールや依頼を申し出てもレスポンスがとにかく早い。 相手を待たせないという思いやりが伝わってくる。また人の名前を覚えるのが早いのも特徴の一つだ。名前を呼ぶことで相手を覚えている確かな証拠になるゆえ、信頼感と親近感を得ることができる。これらができるだけでも他者からの印象は変わる。仕事のできる人は我々の見えないところで努力をしているのだ。仕事ができる人というのはどんなことにおいても容量のいい人が当てはまるのだと思う。 と言っても、ただ何でもできるというのとは違う。仕事ができる人には、その仕事に対する情熱がある。やってやろうといった執着心が強い。そんな熱心な気持ちを持っている人だからこそ、物事のポイントを把握することが早かったり、一緒に仕事をしていくメンバーへの気遣いも自然とできたりするのだろう。あなたの周りには、きっとそういった仕事ができる人がいるのではないだろうか。 そういった人を見つけて自分と何が違うのか分析してみるのも良いかもしれない。仕事ができる人の行動や考え方のパターンを発見して積極的に取り入れていくことで仕事で成功することが増えてくるのだ。幸い自分の周りには経済的成功だけではなく見習うべき幸せな成功者やお金持ちがたくさんいる。このブログやニュースレターを通してそんな情報をシェアしながらまた情報交換を活発にし、 一緒に仕事のできる人を目指して成長すること、モテまくることを目指したい。